はい、どうも、のりです。神風サイレンサーのモニター動画を撮影してたんですけど、かっこいい、KZ が遊びに来てくれたんでね、ちょっと撮影させていただきます。一周ちょっと回ってみましょうか。かっこいいですよね。はい、ちょっと詳しく見ていきましょう。まずはね、父母ウィンカーがね、これ黄ばみのウィンカー。はい、でヘッドライトがマーシャルのヘッドライトが入ってますね。で、スポークホイールが入ってるんですよね。アルミのワイド、かっこいいですよね。なんかやっぱ旧車って感じがしますね、スポークホイールは。はい、リアのホイールもね、もちろんスポークで。ディスクブレーキですね。ホタルもついてます。リアショック YSS のリアショックが入ってますね。はい、このカバンいいですよね。僕すごく撮影に行くんで、もうこのカバン、ほんとカメラ入れたりするのにめっちゃ欲しいアイテムですね。まあ、KH に似合うかどうかっていうのは別としてですけど。で、タンクに、後藤さんのビッグタンクが入ってますね。後藤のビッグタンクに、シングルシート。いいですね。こうしわしわ加工がかっこいいですね。はい、エンジンピカピカです。めっちゃピカピカ。キャブレターが CR が入ってます。でステダンがついてますね。ニオイルクーラーで、マフラーは大阪の方で特注でワンオフで作られたそうです。フランジをアルミで製作して、でその奥をステンで製作して、で腹下で止めてますね。いい音しそうです。ちょっとエンジン音聞かせてもらいましょうかね。エンジンかけてもいいですか。低音。時間かっこいいステッカーも貼ってます。はい、かっこいいね。 KZ1000 の紹介させてもらいました。今日ありがとうございました。またよろしくお願いします。ちょっとね、ゆっくり撮れてなかったんで。あ、はいお父さん、ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。またお願いします。
泣くとこでもうあのええとこで試しに走ってみます。そうですね、試しに走ってみてください。車気をつけてくださいね。この茶色い家ぐらいで交差点なんで、交差点そこそこがすっきりしたら危ない。ああ、一応なんかね、買い取ったやっぱり困る。今ね、向こうからスタートします。